ら品番が 1688i の編み込みフラットサンダルです。お色はブラック、ラベンダー、ホワイトの3色展開で、サイズがこちら SML の3サイズ展開でございます。でお値段が税込み3990円でございます。はい、はい、で実際お見せするとこちらゆうちゃん履いてるブラック、こちらがホワイト、そしてラベンダーの3色展開でお値段税込み3990円でございます。はい、ではおすすめポイントお願いします。はい、これはねもう見た目が可愛い編み編みのサンダルでございま す,、うん、ございます。この編み編みがねポイントなのはさることながら、これスクエア2になっておりますので、そこがトレンドっぽい一つでございますね。いい、うん、でなんといってもこの編み編みが印象的でございます、うん、これだけ履くだけのつっかけなんですけど、ここが結構幅が広いので、こうペタペタはちょっとなりますが、ここでちゃんとホールドされるので途中で脱げたりもはなかったです。私もモキちゃんも撮影とかで何回か履いてはいるんですけど、うん、脱げたりもなかったのでとても歩きやすいです、うん、しかもですねこれ皆さん結構柔らかくてですね、そう、ここのところも結構柔らかい、こういうふにゃふにゃ結構するので、あのちょっと合皮なんですよね多分、うん、合皮なんですけど結構柔らかいので痛くなる感じもないです。私外反母趾なんですけど、なんかねいけるんですよね。お、嬉しい。一番でかいの39かな。そうですね、で L サイズですね。L か、うん、多分私 L 履いてるんですけど、なので L でこれは私は諦めないで済んでおります。済んでおります。こうやって幅もぴったりかな、本当にぴったり、ほんま、ね、ほんまちょうどやね、ゆうちゃん多分つっかけだからちょっとでかくてもいいかなと思うんで、うんうん、あ、うんうん、こんぐらい、じゃあ鼻がつまんだ大丈夫大丈夫でもいけると思うんですけど、これは縦幅もぴったりです、うん、ここも結構ねこんな感じでふにゃふにゃと、そう、柔らかいんですよね。柔らかいのね、すごい履き心地もよく、ちょっとだけヒールの差もあるので、うんうん、あんまり足も疲れず、これはデイリー使いにぴったりでございます。ございます、はい。はい、ありがとうございます。お、ラベンダーがめっちゃ人気ですね。ラベンダー可愛いですね。可愛い。オールブラックにこれとか絶対可愛い。あ、可愛い。ベージュ着てますが。可愛い。あ、確かにベイちゃんさん、このようなサンダーいろんなお店にあるけどラベンダーは見かけないって。そう、これラベンダーめっちゃ黒とかでもめっちゃ合わせてほしいです。うん、ね、いいと思います。可愛い。うん、です。深さん、色迷うやつ、サイズは通常通りで大丈夫そうですかねって、うん、通常通りですね。私も 24.5 で一番大きい上なので、うんうん、ポテちゃんも入ってもらおうか。あ、そうで、はい、見ようと思います。はい、ちょっと待ってくださいね。私がよいしょ、でもこれが一番ちっちゃいかな。うん、そう、ラベンダー、そう、珍しくていいですよ ね、はい、私もね、まあ、22.5 で S で、まあ、若干余るけどこれぐらいなら全然問題ないと思いますし、うんうんうん、じゃあ一番ちっちゃいサイズで。そう、ちっちゃいサイズ S で、私 22.5 で、うん、ちょうどです、ほんまちょうどですね。ちょうどね、うん、だからまあ通常サイズかな。うん、そうですね、通常サイズって思ってもらったらいいかなと思います。はい、ここめっちゃ柔らかいからね、うん、うん、安定感もなんかやっぱ太い分ここが安定感もある。うん、確かに安いです。はい、うん、靴底クッションありますか？こちらはですね、特にクッションとかはないんですよね。うん、うん、本当に。そうですね。そうですね。だからまあこういうぺったんこってなかなかやっぱクッションとかないと思うんですけど、うんうん、でもその分この辺が柔らかいので、その足の疲れはそこまでしないんじゃないかなとは思います。はい、はい、お値段はいくらですか？3990円。そうです、マリさん、ありがとうございます。そうでございます、3990円でございます。ございます。はい、はい、そう、私が行けるやつ良かったです、ありがとうございます。はい、じゃあ諦めませんよ、うん、何色推しですか？うん、でも確かにな、これデニムにラベンダーとかでも可愛いですね。いや、そう、ラベンダー可愛いですよね。可愛い。私もあのラベンダーっぽいバレーシャンダル、バレーパンプスをね、うん、買ったんですけど、割とこういうパープルは可愛いと思います。確かに、はい、私意外とねホワイトのサンダルって持ってなくて。いや、わかる。いやね、黒は結構あるんですけど、なんかこのホワイトとめっちゃ迷います。うんうん、なんかホワイトも真っ白じゃなくてちょっと黄みがかった感じ、うんうんうん、ちょっとアイボリーっぽい感じの色味ですね。はい、うん、確かにございます。はい、はい、そんな感じかな、うん、かな。あ、ヒロさん、確かにね、ヒールが高くない分つま先がギュッとならないから履きやすそうって。確かにね、高低差あったらこううってなりますからね、うん、なりますね、うんうん、いいと思います。はい、うん、あ、デニムにラベンダーが多いね、いいですよね。絶対かわいい。あ、あ、かわいい。あ、でもね、安定な白とかでもいいし、黒とかでもね。かわいい。うん、うんうん。いいです。と、あ、マリさん、こうなったら編みになってしまいます。あ、ここがってことですね。ああ。
意外とゆとりあるかな、うん、確かに結構ねゆとりあるのと柔らかいんですよここが本当に、うんうん、めっちゃ柔らかくて、うん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 、なんかそこまでなんかギュッてされる感じはしないかなと思います、うんうんうん、はいですです、はい、カラーもの着る回数が多い人はやっぱり白黒かな。そうだな、確かにね、うんうん、でもまあカラフルコーデでも可愛いですけどね。まあそうね、うん、足元だからそんなにあれですけど、やっぱまあ白黒がやっぱり合わせやすいでしょうね。まあね、間違いないとは思います。ふむふむ、うんうん、はい、です。あ、ラベンダー激戦になりそうっていうさんね。確かにね、確かにな、ホワイトの下巻もいいよな。いや確かにね、うん、臭いますね。ラベンダー大人可愛いですよ ね、意外と足元って悩みますよね。うん、あ、確かにね、イエベさんこういう小物でラベンダーカラーを楽しむのがいいですよね。うんうん、確かに分かる分かる。トップスはねあれだけど、全然こういう足元だったらいい、差し色で可愛いですしね。あ、MRK さん、こういうサンドル履き続けると編み部分が柔らかくなって脱ぎやすくなったんですが、なりそうですかね。まあ多分足に馴染んではくるとは思いますね。そうね、うん、どうだろう、脱ぎやすくなるのかな、どうだろうな。結構この幅が太いから、それは結構大きいかもしれない、そうですね、かなと思います。はい、はい、そんな感じかな、はい、ではこれを戻して水着セットをご紹介しようと思います、はい、ではちょっと暗く